大迷路にいるよ。クモリン、色鬼ごっこやろ。色鬼ごっこ？もし鬼が赤って言ったら、赤のものを見つけるんだよ。面白そう。一緒に色鬼ごっこをやりたい子はグッドボタン。じゃあ僕が鬼をやるね。色は茶色。じゃあ10秒待ってね。はい。
人参とバナナを添えて完成。遊ぶ場所たくさんだね。レッツプールパーティー。トロピカルジュース美味しいな。バナナ最高。いつもバナナばっかり。くらえ水鉄砲。こっちのはしごから登ります。そうなんだ。水槽きれい。わー高い。行くぞ。シュッポン。行きます。わやこれはジャンプ台。ピュー。歌を歌っちゃうよ。リンゴのスライダー滑り放題滑り放題よろれいひ。なにその歌。それ楽しそう。え、できるの？もっとレゴブロックがあれば作れるかも。やってみよう。ウォータースライダー滑ってそのまま水に入りたいからここだけ取っちゃおう。よいしょ。このプールに他のレゴブロックで壁を作って。壁作るの楽しい。カラフルにしよう。いい感じいい感じ。水をちょろちょろ。うまくいくかな。できた。いい感じじゃない。すごい。スライダーをくっつけたら完成。すごい。スライダーいきます。わーい。やっほー。ポッカ楽しい。やっほーい。イエーイ。ウォータースライダー好きな子はグッドボタン。みんな今日はこれで遊ぶよ。レゴフレンズハートレイクのビーチバカンス。わー、これまたボート楽しそう。これは海の家かな。レッツプレイ。中身は袋が3個入ってたよ。説明書になんか挟まってた。どれどれ。3番は海の家になるのか。じゃあ僕ボート作る。一番簡単なやつ。じゃあ僕は車から作ろうかな。まずはお人形さん。この子がアンドレアで髪飾りおしゃれ。こっちがエモちゃん。次はこれでウミガメさんの巣かな。できた。よし、次は車だ。本当にこれで車できるのかな。え、これでいいのかな。次はこの変なブロックをくっつけて。わ、一気に車っぽくなった。おや、なんだかかっこいい車になりそう。これは屋根がないオープンカー。うわ、このギターちっちゃくてかわいい。ギターを乗っけて。見て見て、タイヤもすごいよ。本当に柔らかい。細かいところまですんごいな。あ、車できた。僕もできた。何それ。ボートだよ、ボート。こんなの見たことないよ。一旦崩しちゃうね。ちゃんと説明書通りに組み立てて。あれ、これはボート。あ、ひっくり返すのか。車にセット。次はボート。なんだか最初からボートっぽいね。っていうか僕が作っちゃってるじゃん。僕が海の家作るから。心配だな。お、この操縦席かっちょいい。裏になんか透明のやつ貼って。よいしょ、ボート運ぶ車完成。ボートで遊ぶときはハンドルがついたロープをセット。スキー板をアンドレアちゃんが遊ぶよ。海のスキーレッツゴー。クモリン調子どう。うーん、トロピカル。あれ、海の家は。あー、おいしそう。クモリンしっかりして。もう僕が作るしかないな。ここがドリンクコーナーです。これがもっと豪華になるんだよね。フルーツを添えてっと完成。バカンス
こういう雰囲気にしたいんだけど。綺麗なビーチですな。綺麗。あ、そうか、ビーチと海も作っちゃおう。どういうこと？用意するのはこれ。透明のシートを敷いて、キネティックサンドの黄土色。ビーチっぽくして、次はこのクレイスライム。なにそれ？硬くて綺麗なスライム、100均によく売ってるよ。なんか不思議。これ海っぽくなるかな。なんか少なくない？もう一個足そう。いい感じ。ミニチュアのヤシの木もブスッブスッブスッ。最後にレゴの海の家と車とボート。できた。さっきよりもビーチバカンスっぽい。ホットドッグ食べてくつらごーっと。よいしょよいしょ、テク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 、よっこらせ。ウィッウィッウィッ。うめえ、優雅だな。ねえねえ、ボートで遊ぼう。いいね。テクテクテク、よっこらせ。準備オーケー。早く。早っ。よいしょっと。じゃあ行くよ。
水を入れてプールみたいにするよ。ぷよぷよボールも入れて、イルカさんも泳ぐよ。クルーザーちゃんと浮くかな。ドキドキワクワク、チャプンチャプンチャプン、やったー、イエーイ、ユイーン、ワンヤーイ、スライダー開きます。わー、なにそれ、バナナボートやっちゃうよ。作っているよ。あ、一個緑が足りない。あともう少し。
お化けを僕に任せて。はい、どうぞ。サンさんのチャックの中身どうなってるの？秘密。僕のチャックの中には何でもあるんだよ。サンさんすごい。じゃあもっとレゴを出して。いいよ。このレゴを使ってレゴパーティーしよう。サンさんキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。じゃあ動物さんをいっぱい作ろう。作っちゃおう。ペンギンさんを作る。白いパーツの上に黒い台紙のパーツを2つ乗せて、また白を乗せて、その上に黒いレゴを乗せるよ。最後に顔と足を作ったら完成。ちっちゃくてかわいい。僕はゾウさんを作るね。青い板を用意して端っこに2個レゴをつけるよ。そして青いパーツやオレンジのパーツをつけて、その上にまた青のパーツをつけて、ひっくり返す。ゾウさんの足を2本つけて、お顔をつけていくよ。目をつけて、鼻をつけて、角をつけて、完成。恐竜作ろう。いいね、作ろう。はじめに足の部分から作ろう。緑のブロックを並べて上からブロックを置いちゃうよ。次は胴体を作ろうね。レゴを並べて恐竜の足に重ねるよ。またまたレゴを並べて重ねます。次に準備するのはこのレゴ。一つ目はそのまま重ねちゃって、ずらして乗せるよ。またレゴを用意してずらして乗せるよ。次は頭を作ろうね。パーツを用意してくっつけちゃうよ。目玉も忘れないでね。次は下顎を作るよ。パーツを用意して口の下からくっつけるよ。最後に尻尾と腕を作ろう。尻尾はこのパーツを使うよ。レゴを組み立てて、もう少しだよ。腕のパーツを用意して並べてくっつけて、胴体にくっつけるよ。そしたら恐竜の完成。やった。なんかいっぱい遊んで眠くなってきちゃった。ちょっとお昼寝しようか。タンさんのチャックの中身ってどうなってるんだろう。気になって眠れないよ。よし、ちょっとだけサンさんのお腹に潜入しちゃえ。わー、レゴがいっぱい。わー、助けて、溺れちゃう。そうだ、この大量のレゴを使って、お店の飾り付けのお手伝いよろしくね。真っ
よいしょ。わあ、いっぱい入ってるね。早速やってみよう。説明書を見ながら間違えないように。わあ、大きな窓だ。ここに取り付けて、あ、ここからも買えるんだ。お花もつけるんだね。できた。かわいい。こっちの壁は、わあ、お絵かきしてある。マークも壁にお絵かきしたい。あとちょっとだ。一つ目できた。ドアが透けてる。おしゃれ。貼って、わーい、これは大好きなハンバーガー
忘れちゃいけないものがあるよ。これは大きな看板があったみたい。クモリン、これは看板だよ。食べれないんだ。だったら自分で作るもんね。もう食いしん坊なんだから。次はこのブロック。これは何だろう。何かの乗り物みたい。わかった、消防隊のバイクだ。かっこいい。次は何ができるかな。違うよクモリン、どんどん組み立てたらわかるかも。みんなもわかるかな。クモリンはハンバーガーだと思ったのにな。だから最初から違うってば。火事が起きたら必ず駆けつけてくれるよ。かっこいい消防車だったんだ。消防隊、今日も出動だ。全部組み立てられたかな。早速遊んでみよう。たくさん動いたからお腹が空いたな。あ、ハンバーガーショップだ。ハンバーガー食べて頑張ろうっと。あれ、店長さんどうしたの。どうしよう。わあ、燃えてる。お肉を焼いてひっくり返そうとしたら勢いよく飛んでこの中に入っちゃった。そんなことってある。早く消さなきゃ。プレゼントを取り返す。あの子と約束したんだ。こんなところで止まってられない。おいやー、くんくんくん、あちゃ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 、こっち来ないで。全部わしのものじゃ。やっと手に入れたのだ。ポチッと